どうもちゃ、篠原です。今回は、東京大学に、受かった、T 君にお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、T 君はまあ、俺の塾生ってわけじゃなくて、視聴者の方ですね。で、だよね。関係性としては。はい、視聴者の方で、受かったのが2年前かな。はい、2年前。うん、2年前に、東京の理科何類だっけ？理科2類に受かった、まあ、とりあえず今回は勉強法編ということで話したいと思います。で、まあ、いろいろ俺の方で質問して、で、まあ、次回の方は東大生のその、まあ、生活みたいなところを聞いてみたいということで、じゃあ、とりあえず勉強の方行きましょうか。まず、俺が個人的に気になってるところというか、英語なんだけど、あれ、時間絶対足りないと思うんですよ。はい。うん。時間制限結構きつかったんじゃないかなと思うけど、どうしました？僕は、うん、その読むスピードとかあんまり速くなかったんで、うん、もう時間が足りない前提で戦略を立ててたんですよ、うん、で順番とかもちろん事前に高得っていうのは決められるとは、うん、まあ、結構みんなやってると思うんですけど、うん、まあ、どれを捨てるか、うん、僕は 4A を捨てていました。あー、なるほど。え、 1B ってどうした？1B は、うん、現役の時は捨ててたんですけど、うん、むしろ取りどころだなって思ったんで。おー、なるほど、うん、結構時間をかけて、うん、むしろ得点源にしてました。あー、なるほど。 OK、 わかりました。やっぱり 4A はさ、しんどい？あの文法問題は。 4A は、うん、昔よりもなんかだんだん難しくなってると思います。そうね、うんうん、この、まあ、これまで使ってきた参考書の中で、英語これが東大に対してはいいよみたいな教材ってありますか？単語は、やっぱり鉄力界の鉄壁。鉄壁、うん。で、リスニングは、うん、また鉄力界の、出してるリスニングの問題集ですね。うん。ああ、なるほど。他にこんなの使ってたよとかありますか？他は多分、みんなと同じ感じで、文法書、スクランブルっていうのを使ってて、はいはい、うん、4A は文法ってよりは、なんか読解問題って感じなんで、文法ってなんか言われてますけど、実際精読の問題です、ね。精読。ああ、なるほど。うん。あ、じゃああれかな。精読力をつけていかないと 4A は厳しいと。そうですね。ああ、なるほど。OK。わかりました。リスニングに関してなんだけど、あれって試験会場でスピーカーでしたか？イヤホンでしたか？あ、スピーカーですね。スピーカー。場所によってはさ、その、聞き取りにくいとかそういうのがあった。それともその辺はしっかり配慮してくれてましたか？いや、配慮があったかわからないですけど、うん、僕の会場は全然クリアに聞こえました。あ、ほんと。わかりました。いや、なんか結構前の方だとさ、うるせえのかなとか、後ろの方だとちっちゃいのかなっていう。あー、僕一番前だったんですけど、うん、なんか天井がすごい高くて、うん、なんで多分あんまり座席関係ないかなとは思います。なるほど。OK。ありがとうございます。英語に対して、なんか東大受ける人とかにアドバイスとかある？これやっとけよとか、これ意識しろよみたいな。英語は、英作文を高得点で、あとかつ短時間で仕上げることが大事だと思って、英作文のそのフレーズ暗記とか、英文暗記を使うといいと思います。ありがとうございます。じゃあ、数学行きましょう。数学なんだけど、まず、6問中、どんぐらい取れた？絶対取れたなと思ったのが、2問。2問。多分取れたなってのが2問ぐらいです。ああ、じゃあ、まあ、2巻2半以上っていう感じですかね。そうですね。うん。時間配分どう配分しましたか？ 150 分だったよね、確かね。150分。うん。どう配分しましたか？ 100 分ぐらいで、1問から6問まで、順番に、解いてって、残りの50分ぐらいで、だからもしかしたらこれもうちょっと粘れば取れるかなって問題を片付けるって感じですかね。ああ、なるほど。東大の数学さ、計算量多いじゃないですか。で、変な数字が答えになることもよくあると思うんだけど、はい、計算力とかもうあれ、頑張って身につけるしかない？計算力は、やっぱり、そうですね、一朝一夕に身につくものじゃないと思うんで、普段から、根気よく計算、聞けることが大事だと思います。ああ、なるほど。ちなみにどういう参考書で勉強してましたか？1対1を結構がっつりやってて、うん、で
その後応用問題として、うん、その上級問題成功っていうやつ、はいはいはい、うん、を使っていました。なるほど。この分野必ず出るからやっとけよとか、東大の数学に対するアドバイスとかありますか？最近東大傾向変えてて、うんうん、絶対出るっていう問題がないんですよね。あ、本当。俺の中では微積は絶対かなっていうのがあったんだけど、最近出さない？確率変化式も好きじゃないですか？いや、なんかそれはちょっと昔の話で、うん、確率はなんかもう最近出てないらしいです。あ、本当。へー。じゃあここ最近だとやっぱり全範囲やっとかないといけないよみたいな。あー、なんかもう、うん、まあ品質分野としては、うん、確かに確率とか微積とかそうなんですけど、うん、絶対出るっていう分野は本当に一問もないんで。あー、なるほど。全部守備範囲広げる必要あるかなと思います。ははは、なるほど。まあ、実は京大もそうなんですよね。多分日本全体の傾向なんでしょうね。いろんなところを出すっていうね。うん、で今度ちょっと、まあ、理科の前に国語聞きたいんですけど、まあ、これ質問1個だけで、まあ言ったら英語、数学、理科でまあ相当忙しいと思うんですけど、国語ってどう勉強したとか、どう時間取りました？国語は、うん、現代文は、うん、そのセンター対策だけでしたね。あ、ほんと？よう取れたね、それ。マジで？あ、ほんと？添削とか？国語は、うん、どうだったの？うん。現役時代はやってなかったんですけど、うん。浪人時代は一応添削は受けてましたね。あー、なるほど。あ、ごめん、聞くの忘れた。浪人ってどこで予備校行ってたんですか？あ、浪人は河合塾です。河合塾。あ、OK。OK、わかった。古典はどうしましたか？古典は、うん、とりあえず知識は完璧にしようということで、うん、文法と、その、重要な単語はほぼほぼ完璧にしました。ああ、なるほど。それでとりあえず、まあなんとか基礎的なところだけやってセーフみたいな。そうですね。国語あんまり得意じゃなかったんで。なるほど。あんまり参考にならないかもしれないです。ああ、なるほど。まあまあ、OK。じゃあ理科いきましょう。理科は、まずまあ俺の印象としては絶対時間足りないというふうに思うんだけど、はい、どう？時間やっぱ足りない？時間は、うん、むしろ最近足りる傾向にあると思ってて。あ、ほんと？へぇ、あれマジか。うん。うん、そうですね。ほんと、あの量足りる？マジか。すごいね。うん。いや、なんか、うん、最近減らしてるのかなと思って。あ、ほんと？うん。物理とか、うん、物理は、うん。はい、物理科学専攻だったんですけど、うん、物理を70分、科学80分って感じで、はい。やってました。はい、なるほど。まあ、その中で、この問題取れるなとか、あるいはこの問題もちょっと諦めようとかっていう、その取捨選択ってどこで判断してるとかありますか？東大はやっぱり、うん。あ、まず物理だと、うん。まあ、後半ほど難しいっていうのは結構素直にそうなんですよね。うん。うん、なんで、あんまり深追いをしない。どちらかというと科学の方に時間割いた感じ？あー、そういうわけでもなく、ある程度こう物理を気持ちよく解いてたら、あ、70分経ったなみたいな感じ。物理の場合は、うん、なんか積み上げ型だと思うんですね。うん、消耗、なんか最初の方取れないと、うん、まあその後もできないみたいな感じ、うん、なんで、うん、まあ、だんだん難しくなっていくんですよ。うん、なんでそのちょっと手が止まったらそこで諦めるって感じで、うん、やってました。ああ、なるほど。でも、うん、そう、科学の場合は、うん、一問一問が独立してるんで、うん、後の方の問題でも別に難しいとは限らないんで。なるほど。まあ、科学に時間割いた方が賢いと。そうです。得意な方にかけた方がいいと思います。ああ、なるほどね。ははは、は、了解です。理科の方だと、まあどうだろう。これは出るぞとか、そういうのってありますか？数学と同様、出る分野が違ったりとかしてる？分野は本当にまんべんなくって感じですかね。うん、あ、なるほど。まあまあ、力学電磁気はまあ出るかなっていう感じですけど、まあ科学もそのなんだろうね、なんか勇気っていうくくりは出るけど、特にこれが絶対出ますみたいなことはないということで、まあまんべんなくやりましょうって感じかな。あ、そうですね。うん。教材として参考書どれ使って、どういうの使ってましたか？物理のエッセンス、うん、と、うん、名門の森、うん、を物理は使ってましたね。あ、ほんと、いきなり名門の森行ったんだ。すごいね。そうですね、
なんか両物風ってありますけど、うん、あんまり時間なかったんで、クリックの策で。うん。ほほほ、オッケー。全然。うん、まあ、やれたという感じかな。はい。科学は何使いましたか？科学は、学校で配れた問題集、うん、が宿題だったんで、うん、まず現役時代はそれやってて、うん、でその後に重要問題集を使ってました。うん、ああ、OK。ありがとうございます。過去問ってどれぐらい量やった？全体的に。数学は、10年分ぐらい。うん、英語が7年分ぐらいで、うん、理科は、鉄力界の、うん、なんか過去問集があるんですけど、うん、それが確か10年分あったんで、うん、10年分やりました。ははは、了解です。あと試験会場どうだろう？言ったら、大学のさ、教室って高校の教室とまあ全然違うじゃないですか。なんかその天井の高さだとか、あれ東大も長机？僕のとこは長机でした。あ、だった。ああ、とかっていうとこで言うとどう？その試験会場に行って、まあ、こういうところが面食らったというか驚いたとか、ありますか？ああ、椅子が、うん。回転するやつでびっくりしました。うん、ああ、何？ 90 度倒せるやつだよね。パカパカするやつですよね。違う？いや、ぐるんと回り込むやつ。あ、そうです。ぐるぐる回っちゃいます。なんか、その360度回転しちゃうやつです。360度回転する椅子があんの？マジで？そんな椅子があるの？ああ、ほんと。それ、どう？困らなかった？びっくりはしましたけど、うん、まあでも、座り心地は悪くないです。あ、ほんと。あ、そう。そうかな。あ、そうか。あとはどう？なんかこれ、東大の試験会場、まあ行って初めて気がついたとか、そういうのありますか？こういうの気をつけといた方がいいよとか。ちょっと細かいところですけど、うん、なんか僕のその隣の人が、うん、結構ずるずるしく荷物を置く人だったんで。ああ、はいはい、あるあるある。うん、そう、結構、うん、でしかもそんなに前後幅とか左右幅広くないんで、うんうんうん、なんかそこら辺はちょっとあまりにも窮屈だったら、うん、なんか行った方がいいんじゃないかなと思いました。ああ、そうね。ああ、その余裕がないやつですよね、大体精神に。はい、そうですね。うん、そういう精神に余裕がないと周りに迷惑かけるしね。うん、もう落ちろと呪われますからね、周りにね。まあ、みんな気持ちよく試験受けたらいいんだけどねっていうところだよな。まあまあ、よくあるですことだな、はい。ちなみにまあ、言いたくなかったらいいんですけど、併願校どうしました？どの辺を併願として掲げてた？併願は早慶受けてましたね。早慶、ああ、OK です。両方買った？ちなみに。あ、わかりました。あ、わかった。ああ、まあ、おめでとうございます。というところで、2年後に言われても嬉しくないかもしれないけど。うんうん、で、最後に、まあ、東大受けようと思ってる受験生、多いと思うんですけど、東大受ける人にアドバイスありますか？もちろん、基礎学力は大事なんですけど、うん、なんかそれ以上に、うん、解く順番だとか、うん、戦略次第で全然何点も前後すると思うんで、うんうん、なんか特に直前期は、うん、そういう戦略面に作戦をシフトしたら、その、ワンチャンつかめるとは思うんで、うん、そういう戦略面もあんまり軽視しない方がいいと思います。ありがとうございます。いうことで、まあ、もし、希望が多かったら、なんだろう、どういう戦略で戦ったかっていうのをまた動画化したいと思うんで、まあ、まあ、その戦略聞きたいよみたいなことがあったらコメント欄とかに書いてくれたらなと。まあ、あれだったらさ、これまたコメント欄にいろいろコメントあったら別に動画撮ってもいいよね。ああ、そうですね。あったら。うん。じゃあ、やりたいですね。うん。じゃあ、また、じゃあコメント書いてくださいということで、じゃあ今回は勉強編ということで、終了にしたいと思います。ということで、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。